ました。ハロー皆さん、こんにちは、ドちゃんです。ハロー、ダンチャハロー、モスハル。今日は日本人の男性の恋愛観についてその問題を出したいと思います。黒髪で守ってあげたくなる女の子が人気なんじゃないのかな。大丈夫だと思います。え、マジで、はい、でもなんか日本人の男性はスピンの女性がちょっと無理って感じが多いんですか。当時やってたから化粧してなくてもしてても全然気にしない。恵比寿でデートしても全然大丈夫。いや、それはさすがにしてほしいな。あ、嘘ついたじゃん。全然嘘ついてないけど、さすがに場所によっては。表参道とか恵比寿とか銀座だったら化粧してほしいな。髪型ワックスとかテントして服装も、あの子派手な服嫌いそうだなって思ったら、あ、女の子目線で見てるんだ。そうそうそう、見ちゃうね。でもしあのそのテントの子が古着が好きな子でしたら、自分のちょっと古着っぽい感じのを着ていこうかなっていうの。全然思わない。ほんと、うん、ヒゲとかもあっても、ヒゲあったらちょっと、え、それはやばっ、嘘ついてないけど例えばここ絶対ヒゲがないって欲しいなみたいな。ヒゲと脇はない方がいいなって思う。する人もいますし、しない人もいます。めちゃくちゃ清潔感ある。僕は脇はしてます。ちなみに男子の脱毛はお値段はどのくらい、聞いてもいいかな。あ、全然、脇だったら5000円ぐらい、うん、安、永久、永久。私が通ったのはなんか女性用のサウナなので、やっぱり男用のサウナとかもあります。あれはあります、あります。ちなみに名前は何て。秘密です。僕は4回、初めては高1年生。高校1年結構遅い方。そうなんだろうな。告白されたけど、付き合ったのは高1年。幼稚園よっ。好きになったのは初恋、うん、あ、なるほど、初恋の定義が違う。私の初恋は本当に付き合ってる。あ、で、多分初恋は初めて好きになった人がいるってこと。そう、日本人の初恋は初めて好きになった人。まずは最初付き合ったのは、高校1年生。どのくらい。8ヶ月ぐらい。日本人は結構なんか短いのようなイメージなんですけど、短いね、やっぱり、うん、なんかうちの彼、あ、なんか言ってもいいかな。僕は彼女の好きなことをやればいいと思います。家事をするのは別に男女関係なく、うん、彼女が家事だけじゃなくて養をしたりとかっていう意思があるならそれをすればいいと思いますし、日本はよくその女の子は家で、まあ、男は外って感じなので、うんうん、でも彼女はどうしてこういう思いを持ってるのかな。いや、なんでなんだろう。多分自分が結構自由、自分の目標とかやりたいことをやっていきたい人間だから、束縛したら申し訳ないなっていう、うん、可愛い犬みたいな男が好きな女の子もいるし、私です逆に女の子をこう守ってくれそうな、バジラと慶応で感じ。そうそうそう、ね、エグザイル系。そうそうそう、バジラは結構エグザイル系な人が多くて、なるほど。だから慶応は結構そういうジャニーズっぽい、そう、ジャニーズっぽい人が多い。どっちかっていうと日本人の男性やっぱ積極的な人が多いです。俺と付き合おうよみたいな言わないです。女性も言わない。女性もあんまり言わない。言う人は言うんで、男は結構言わなくて。なんで言わないの。喧嘩してる時にお互いこうヒートアップしてる時に言って、うん、さらに喧嘩が燃え上がるっていうのを避けるために黙っておく人が多い。じゃあでも、じゃあ問題解決できないんじゃない。時間が解決する。また喧嘩する。私はこんな感じで、もういつも同じことで喧嘩してて、うん、いつも言ってほしいって言って、でも言わない日本人。そう、だから多分日本人は長くない、うん、押し入って後で後悔する人が多分、この時はカッコつけてこう恥ずかしいから言わないで、いい自分でいたいから言わないで、後で あの時言えばよかったなって後悔する人が優しい、器が大きい、あまり怒ったりしない人。あまり怒ったりしない人っていうことは自分の考えを言わない人。いや、そんなこと。私はよく怒ります。大変ですね、彼氏が。いや、それ何なの。めちゃくちゃ楽しい、文章は。好，那我们的影片就到这里了。就是我久违型的哈顿很开心。如果呢，你们还想要看他出现在我的影片的话呢，都欢迎你们帮我的影片按赞，然后留言给我，告诉我就是你们想看到他的出现。那还是说你们有什么还有想要问他问题的话，也都欢迎留言告诉我。那如果你们还没有订阅我的频道的话呢，都欢迎订阅我的频道，那可以开启小铃铛，接受最新的通知。那这样子啦，拜拜，拜拜。Twitter と Instagram です。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。